どういうふうに歯磨きしていくかっていうところをお見せしたいと思います。まず歯磨きするときに用意していただきたいのが、まず歯ブラシ と、歯磨き粉を出せるようなお皿、ちっちゃいお皿、今日はこういったものを使います。あとは、お水を入れたコップ、この間は3点セットで用意していただきます。実際にオーラルピースを出します。で、歯磨きする体勢はその子がこうリラックスできる体勢であればどんな体勢でもいいんですけど、この子はこの仰向けの体勢がすごく好きなのでこの体勢でしてます。とかお座りの状態とか一番いいのかなと思います。で、磨く時のポイントなんですけども、何よりも、歯を見ながら磨く、これがすごく大事です。ワンちゃんってたくさん暴れて動くので、奥歯をワンブロックとして結構一生懸命ここだろうって磨く方多いと思うんですけど、それだとこう菌を広げてるだけで奥にどん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 汚れを詰めてしまう。なので歯を見ながら磨くっていうのをすごく意識しながら磨くだけで、短い時間でも汚れを取ることができます。人間でもテレビを見ながらながら磨きで10分歯磨きするのと、鏡を見ながら2、3分磨くのだと除去率に大きな差があって、やっぱりこう歯を見ながら磨いた方が短い時間でも汚れが取れるっていうデータも出てます。ワンちゃんも一緒なので、なるべくこう見やすい体勢っていうのを探してあげて磨くことが大事かなと思います。で、ガーゼ磨きの時も横磨きだと汚れを詰めちゃいますって話だと思うんですけども、歯ブラシの場合は横磨きでもいいんですけども、なるべく小刻みで磨くことがとっても大事です。このぐらいですね。これぐらいだと良くないので、本当に撫でるような感じ、とにかく細かく細かく、そして歯を見ながら奥歯も磨いていくね。そしたらシャカ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 で、また歯磨きジェルをつけて磨いていく。とにかく小刻み。そしてワンちゃんは歯の形がいろいろなので、なるべくこう最初は歯に対して直角に当てることを意識してみるといいのかなと思います。慣れてきたらこう歯茎に向けてちょっと小刻みにこうマッサージしながら、歯茎をマッサージしながら磨くっていうのもいいと思います。はい、こんな感じでちょっと皆さん歯を見ながら磨くっていうことを意識して頑張って磨いていただけるといいかなと思います。あとは歯ブラシは押し当てる必要は一切ないので、軽く当ててちょっとずつ動かすだけで勝手に毛先が中にこう入り込んでいくので、こんな感じ、ただ撫でるような感じ、押し当てずに撫でるような感じ、こんな感じで磨いてあげるといいかなと思います、ね、はい、上手だ ね。奥もこんな感じです。こうだったんです。なるべく小刻み、なるべく歯を見ながら拭き去って、汚れがつくのでシャカ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 で、ジェルをつける。で、もう一度磨いていく。あ、みんなに見慣れてるね、なるちゃんに。こんな感じ、かき出すような感じですね。こんな感じで磨いてみてください。はい、